ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は野村古道作銭形平次捕物控えより争いの踊り。この作品は昭和29年1954年オール読み物に掲載され、1957年銭形平次捕物全集第21巻に収録されました。青空文庫未収録作品です。それでは本文をどうぞ。争いの踊り第一章。江戸というところは勇ましい国ですね、親分。ガラッパチの八五郎は朝風に乗って笑い込むのです。9月になったばかり、すがすがしくも晴れ渡ったある日のことでした。江戸という国だってやがる。何がまたそんなに忙しいんだ。江戸中にはまた何だってこんなに縁日や催し物が多いんでしょう。そんなところをいちいち回って歩くと女の子を口説く暇もありゃしません。それで蜂は今もって一人なのか。その遊び癖を断たねえとますます縁遠くなるばかりじゃねえか。はい、すみません。俺に詫びることはあるね。おめえの身を案じているのはおばさんだ。もっとも足の気に入った娘は二人ありますがね、嫁は一人でたくさんだよ。二人とは気が多いな。タッチに決めようか去年の暮れから迷っているんで。誰と誰だ。話してみるぐらいならよかろう。気張りが悪いな。八五郎はいつの間にやら縁側に這い上がって座りなぼしておりました。話が妙な方向に向くと、平次の女房おしずはそっと席を外してお勝手に籠城をしたよぼすです。もっともおしずのような内気な女が鼻の先に5、6人ぶら下がっていても驚くような八五郎ではありません。決まりが悪いなと言ったのは座興を添えるためのほんのささやかなジェスチャーでしかなかったのです。さあ、こうなると俺も開き直って聞くよ。相手は誰だ。お知らせみてえで、実はこうなんで。先刻あっしゃ江戸という国は面白いと言ったでしょう。あれ、まだおめえはそんなことにこだわっているのか。こだわりますとも、何しろ源平屋島の戦い、東が勝つか西が勝つか一本勝負の人気争いでしょ。負けず劣らず綺麗で芸がよくって煮えこぼれるような人気でしょ。何を言ってるんだ。それがどうしたと言うんだ。明日に迫ったこの勝負、柳橋水光亭の一騎打ち。なんだ、明日の水光亭なら踊りの総ざらいじゃねえか。そんなことなら誰でも知ってるが、墓が女の子と女の子の芸争い、源平屋島の戦いもねえもんだ。そう言いますがね、親分、これが底辺なんで。八五郎の話は平次も一通りは知っておりました。その頃上方からやってきて踊りの一派を開いた山の井尖閣女という老女、一時は江戸中の子女を夢中にさせましたが、1年前に死んでその後を継ぐ者がなく、皇帝2人東西に分かれて負けず劣らずに人気を争っていたのです。東は神田小柳町の山の井右近。これは25の年間盛りで法令妖艶諸越の楊貴妃がこうであったと学者先生たちまでが折り紙をつけたという美人。ひとたび町風呂に入ると凝視油のごとく浮いて3日も湯船が福行くとしていたという噂。それはおそらく噂でしょうが、儼然として笑み傾くと百尾立ちどころに生じて神田中の若い男が皆気を失った。それもどうも本当らしくないのですが、とにもかくにも大変な評判でした。西の方は佐伯町の山の井菊次。これは2つ年下の23、華奢で骨細で小作りで色白で手のひらの上に舞ったという、これも凍土の飛燕のような女でした。踊りは天才的で右近と比較しても上品で清らかで、美体も人気も右近に劣らず、この2人争いはなかなかに深刻だったのです。この2人が宗家の跡目争いをして、それぞれの弟子もひいきも大勢あるから、何としても裁きがつかねえ。そこで山の遺留の門弟縁故の者が300人も集まり、柳橋の水光亭で右近菊次の芸比べの総ざらいを催し、集まった人たちの入れ札で山の井宗家の跡目を決めようというんだから、これは大騒ぎでしょうやわん。八五郎は一席打って鼻をうごめかすのです。この山の井流の縁故者弟子たちパトロンというのは厳重に数が限られてあり、従ってその投票も決してでたらめなものではなかったのです。お話の途中だがな八、へえ、不審なことがあったら聞いてください。あっしはエコひいきはしねえ。右近もきれいだが菊次もきれい。踊りは負けず劣らず、二人とも気前がよくって、二人とも嫁入りめえだ。そんなことじゃねえ。おめえが気に入った娘というのはまさかその右近と菊次のことじゃあるめえな。図星、その二人のことなんで、右近にしようか菊次にしようかまだ迷っていますよ。どっちが死に似合うでしょうやぶん。少し太ったのと痩せたのと、色の白いのと浅黒いの、はすっぱなのと内気なの。あきれきえった野郎だ。右近も菊次もおめえには汚職すぎるよ。もう少し手軽なのをやり出せ。煮物屋のおかんこかなんかバカにしたもんじゃおりませんよ。二人ともあっしに気があるに違えねえんで、現に二人とも明日の総ざらいの札をくれましたよ。お酒と弁当付きの一文目の札。そんなことが気のある証拠になるもんか。おめえのようなもんでも工中の一人だ。点を入れてもらいてえのさ。え？ところで肝心のおめえはどこへ札を入れるつもりだ？双方へ入れるつもりですよ。恨みっこなしに。それじゃ何にもなるねえ。八五郎はそんな気でいるのです。全くこの山の井流の本家争いは派手に深刻に少し不気味に発展して、町の話題を沸騰させていたのです。第2章若い女、特に芸事の争いはこの上もなく華麗で凄惨で止まるところを知らない必要さで繰り広げられました。京から江戸へ出てきた山の井流の宗家の執事が藩士の目を光らせて売り出した300枚の札は、後援者と各流の家元と門弟中の名取と、そして筋の通った旦那衆に配られましたが、その入場券の争奪は深刻無惨を極め、当日の点の動きはどこへどう回るかほとんど見当もつかないままに、9月9日の朝がほのぼのと明けたのです。それは素晴らしい菊日和でした。平次はそんなことも忘れてしまって、いつもの早起き癖で井戸端で顔を洗っていると「さあ大変だわやぶ、どうしてくれやす。まさかこんなことになろうとは」。いつもの八五郎が長い顎で舵を取るように井戸端へ飛んでくるのです。何が始まったんだ。大層なあてようじゃねえか。死んだんですよ、やぶん。殺されたんで、かわいそうに。朝っぱらから穏やかじゃねえな。誰が殺されたんだ。平次は無造作に顔を拭いて腰を伸ばしました。菊次ですよ、やぶん。まあ、泣くな。菊次は今日が晴れのおさらいじゃねえか。晴れの舞台へ出る気で張り切っていた菊次が、今朝、佐伯町のうちで喉笛を切られて死んでいたとしたらどんなもんです。それも、今日舞台で着るはずの晴れの衣装を着て、時刻はゆんべの夜中前だったかもしれません。明日は早いからと宵のうちから寝かされた妹分のおしのが、今朝雨戸を開けた時はもう息が絶えて石のように冷たくなっていたそうです。早速あっしのところへ使いが来たんで飛び出して佐伯町を覗くと、もう座敷一面の血も煮川のように固まってどうしようもありません。よしよし、深いわけがありそうだ。早速行ってみよう。平次はそのまま支度を整え、朝飯の膳を横目で見て八五郎と一緒に出かけましたが、昌平橋を渡って八字原に入ると、向こうから慌ただしくかけてきた男が平次とすれ違いざま「銭形の親分じゃございませんか。とたもとを控えるばかりに呼び止めるのです。あっしは平次だが、おめえさんは小柳町の右近師匠のうちから参りましたが。それは25、6の若旦那風のにやけた男でした。右近師匠がどうかしたというのか。まさか死んだわけじゃあるまいね。八五郎が問い返しました。菊次のライバルもまた鮮血にまみれて死んでいる姿を八五郎は一瞬空想したのです。いえ、死にはしませんが、鎌倉町の伝吉親分が来て寝床の中からごぼう抜きに縛っていきました。後で聞くと大木町の菊次師匠殺しの疑いだそうで、それはとんだ疑いでございます。あくる日の総ざらいの支度やら話にふけて寝たのが夜中過ぎ、私が泊まっておりましたから間違いはございません。若旦那は躍起となって右近のために弁ずるのです。おめえさんは亀井町の伊勢屋の栄之進と申します。右近師匠は引かれていくとき、お願いだから明神下の銭形親分にそう言っておくれ。私は悪いことをした覚えはないとつくづく申しました。ですから親分。若旦那の栄之助は手を合わせて拝むのです。一応佐伯町を覗いてみて、それから小柳町行くとしよう。どうかよろしくお願いいたします。ゆんべは私と前祝いに一杯飲んで、ここの筒木に寝た右近師匠で、人などを殺すはずもありません。若旦那はまだ粘っております。夜中に抜け出して佐伯町行く手はねえもんかな。それは八五郎でした。パトロンのいい男と一緒に前の晩を過ごしたという右近に対する嫌がらせでもあったのです。とんでもない親分、そんなことはありません。右近師匠がちょいと咳をしても、私は目が覚めたくらいですから。勝手にしやがれ。八五郎はぷいとそっぽを向きました。それではよろしくお願いいたします。私はひとまず店へ戻らなきゃなりませんから。若旦那の栄之助は後ろに心を残して立ち去りました。気の毒だな。え、何が気の毒で。平次は少しからかい気味でした。菊次は死んじまって右近が縛られちゃ、おめえが惚れた女は二人とも不意じゃねえか。生きている右近は無事に戻るかもしれねえが、あんな生っ白い若旦那がついていちゃおめえのものにはならねえよ。へっ、呆れたもんで。呆れてばかりはいられねえぜ。とかく世の中はこうしたもんで。大層悟りやがったな。二人へいっぺんに惚れたのが悪かったのさ。ほれ言うじゃねえか。二頭を追う者は一頭も得ずとね。無駄を言いながらも平次と八五郎は佐伯町に急ぎました。第三章、佐伯町の山の井菊次のうちは、人の出入りがようやく茂くなりながらも、思わぬ不祥事でさすがに影がさしておりました。小ざっぱりした下田屋ですが、中はなかなかに広く、格子のうちの三畳の次には踊り舞台まで置いて、若い娘が二人鎌倉町の伝吉に見張られております。おや、銭形の親分、橋のこっちだからともかく飛び込んで早いこときな臭えのをあげてしまったよ。悪く思わないでくれ。四十男のしたたかな調子で、伝吉は平次の家風に立つのが日頃いまいましくてかなわなかったのです。ああ、いいとも、小柳町の右近師匠をあげたそうだね。亀井町の伊勢屋の若旦那が一晩食いついて離れなかったというが、どうせ世間の噂に上った二人だ。口を合わせさえすりゃどんなことでもできるわけだ。菊次師匠は夜中だというのに晴れ着に着替えているのも変だし、後ろから抱きついて喉笛を切ったに違えねえから、こいつは下手人は女に違えあるめ。鎌倉町の伝吉は平次を出し抜いた弁明らしく追っかけてこう言うのです。ともかく現場を見せてもらおうか。伝吉に案内されたのは置舞台の後ろの六畳で、そこには菊次が休み、その裏の四畳半に妹のおしのと内弟子の小菊という小娘が休むことになっているのでした。まだ朝のうちで、菊次の死骸はそのまま不思議なことにあくる日の舞台で着るはずの晴れの衣装を墨染めの遊女姿のまま喉笛をかき切られて横ざまに倒れたまま死んでいるのです。血を失った美女の姿は怪しいまでに美しく、陰影のいたずらか頬のあたりに微笑みをさえ含んで寂しく哀れ深い死に顔です。燭台のろうそくは消えているようだが、舞台の両側に置いた一対の燭台、朱塗りの背の高いのに百目ろうそくを灯しているのが、二つとも途中でほんの一寸ほど燃えたところで消えているのに、平次は気がつきました。そんなものには誰も手をつけねえはずだが、と鎌倉町の伝吉。すると、下手人は丁寧に明かりを消して逃げたことになるのかな。平次がこんなことを詮索する意味を、伝吉は怪訝な顔で聞いております。刃物がねえからこれは殺しに間違いあるめえ。これだけの傷だから自害をしたものなら、刃物を隠す力も隙もなかったはずだ。伝吉はしたり顔に言うのです。窓は一平に開いていたよ。格子がなく不用心なことだが、こんな家業をしていると妙に気が強いし、外から見られるのを一つの見えにもしていたんだろう。下町の手踊りの師匠などには、今は知らず、昔は外から見えるのを一つの宣伝にしていたのもあったのです。ゆんべこのうちにいたのは菊次の妹分のおしのというのと、内弟子の小菊という娘だ。こっちへ呼んでみよう。伝吉は舞台の方へ行って、まず妹分のおしのという豊島を連れてきました。これはおしのさんというんだね。平次は最初の豊島を迎えました。20歳前後、菊次とは反対によく太った快活そうな女です。師匠の妹ということになっております。昔は弟子だったのですが、私はこんなに太ってしまって、どうしても踊りはダメで、妹分にしていただいて、師匠のお世話をしております。それは今のマネージャーという地位でしょう。会計から家庭的な事務、お弟子の世話から、おさらい、お座敷の取引まで、人気者の菊次のマネージャーは、並大抵のことではなかったでしょう。今朝これを見つけたのはおめえだということだね。夜が明けたから小菊はお勝手、私は師匠の部屋へ来ました。大事な日だから早く起こして支度をしなきゃと。驚くじゃありませんか。師匠はこんなになっているんですもの。私は決まりが悪いけれど腰を抜かしてお勝手に入りました。窓は開いていたんだね。一枚だけ開いていました。燭台のろうそくはついていなかったようです。この舞台衣装を着ていたのはどういうわけだ。自分のうちで普段に着るものじゃあるね。それに菊次の普段着は脱いだまま袖畳にして部屋の隅に置いてあるようだ。その着物は師匠の好みで仕立てさせましたが、出来上がりの日限に遅れて夕べようやく届けてきました。もう暗くなってからだったと思います。風呂敷に包んだままこの部屋に置いたはずでしたが、それをどうして取り出して着る気になったか私には少しも分かりません。おしのは言うのです。物を言うごとにちらちらとえくぼがよどんで、太って踊りを諦めたとは言うものの、この女の媚びと魅力は相当のものです。おめえたちが寝たのは。小菊は名いの眠がりで、5つになると船をこぎ始めて、4つになるともう正体もありません。たった14ですもの。無理もないことで5つ半には寝床に追いやります。私が引き取ったのも5つ半。その時師匠はまだ明日のことをいろいろ考えているようでした。それっきり何にも存じません。おしのは要領よく説明するのでした。もう一つ聞くが、菊次には男がなかったのか。平次は職業的な冷たさでこう突っ込んで聞く気になりました。身だしなみの良さと芸の洗練と生まれながらの美貌と、そして血を失った蒼白さで神聖にさえ見える菊次ですが、23になるまで江戸の下町で歌われた芸人が海女さんのように暮らしたとは思われません。いいえ、師匠に限ってそのようなことは芸道に打ち込んだ人ですから。おしのは少し慌てた調子でこう言い切るのでした。第4章、小菊は平次の前にちんまりと座っておりました。少し震えている様子です。獣子というにしては少し柄が大きく、健康そうで手足は伸びきっておりますが、踊りはどうあろうとあまり賢そうではありません。おめえはゆんべよく寝たのか？ええ、何も知りません。今朝起きてびっくりしました。師匠の菊次は何かひどく気にしていなかったのか？近頃人に恨まれることがあるとかなんとか。いいえ、そんなことはありません。でも今日の総ざらいの人気だけは気にしていました。万一右近さんに負けるようなことがあっては江戸にいられないかもしれないと。おめえは右近と菊次のどっちが勝つと思う？そりゃうちのお師匠さんの方が芸がうんと上ですから、右近師匠は世辞と愛嬌で一通りの人気があっても、いざ芸の勝負となるとお話になりません。そういったもんかな。ところでこれは大事なことだが、菊次師匠に親しい男はなかったか？踊りを稽古に来る狼連のほかに、菊次師匠が内々で夫婦約束したというような。平次は静かに聞きました。この賢くなさそうな娘の心に染み入るのを待っております。そりゃ気のついたことはないではありません。例えば？お師匠さんはあの通りきれいで芸も達者でしたから、ずいぶん若い男たちに騒がれましたが、お師匠さんの心の中には思い詰めた人があったから、人がどんなに騒いでも振り向いても見なかったんです。その相手は誰だ？ここへはめったにいらっしゃいませんが、渥美幸三郎様。小菊はそう言って頬を染めるのです。愚かしいようでも、踊りの師匠の内弟子で、常時のいろいろを日頃小耳に挟んでいるので、師匠の恋人の噂をするのが妙に鼻白む心持ちだったことでしょう。それはどこの人だ？小川町の安住様のご次男。武家には違いないが、小六の御家人の次男坊で厄介者だから、町人になりたいと、ご自分でよくそうおっしゃっております。でも、親御さんがやかましいから、表向きは通うこともできないと。浄瑠璃と小唄の文句にあるような、菊次と幸三郎の仲を、小菊は面白おかしく、そしてロマンチックな想像を交えて見ていたのでしょう。その渥美幸三郎というお武家には婿入りの口でもなかったのか？そんな話は聞きません。でもお篠さんは、渥美さんはあれでなかなか油断ができないと話しておりました。若いきれいな女と一緒になると妙に思わせぶりなところがあるんですって。いい男は怖いわね。ひとかど小菊は分かったようなことを言うのでした。平次はこれで二人の娘を解放しました。狭い庭へ出ると、伝吉と八五郎がひそひそと話しております。銭形の親分、いよいよ下手人は右近に決まったよ。伝吉は下り顔に平次を迎えるのです。そらどういうわけだ？鎌倉町の親分。平次は平らかな調子で近づきます。色っぽくて世辞がいいから右近の人気は呈したもんだが、いざ芸となると菊次にはかなわなかったそうだよ。色男の栄之助に言い含めて、そっと小柳町の家を抜け出し、明日の踊りの前に菊次を殺したところで少しも不思議はねえのさ。それだけのことか？いや、それだけでたくさんじゃねえか。もっともおしのは、師匠の菊次は右近の人気に押されてひどく明日の勝負を心配し、いても立ってもいられねえほど気をもんでいたというが、若え女は心が狭えからそれも無理はあるめえよ。伝吉は自分の説を主張するために必死と証拠をかき集めている様子です。ところがね、親分。八五郎が口を出しました。なんだ八、おめえにも何か気のついたことがあるのか？近所の噂をかき集めてみましたが、菊次が夫婦約束をしたという御家人の次男、安住幸三郎は底辺なほうきで様子のいいことを言って取りすましているが、何人もの女をこしらえているということですぜ。うん。小菊もそんなことを言っていたよ。現にあの妹分のおしのも一度は安住幸三郎と変な噂を立てられたそうで、近頃安住幸三郎がここへ来なくなったのはおしのに絡まれるからだという話もありますよ。なるほど。一つおしのという女を洗ってみましょうか。とんだ目だぬきかもしれませんね。八五郎はすっかり張り切るのです。踊りは下手でも健康で油ぎって色っぽくくねくねしたおしのが雪三郎と三角関係にあったということも考えられないわけではありません。第5章銭形の親分さん。平次は振り返りました。おしのはえくぼのよどむ片方を見せて物言いたげに立っております。この女はいつでも正面切って相手と向かい合わないところに踊りで鍛えた不思議なポーズの魅力を心得ているのかもしれません。こんなことを申し上げていいのか悪いのか分かりませんが、平次はわざとそっぽを向いて菊次が死んだ部屋の窓下のあたりを念入りに調べております。お師匠さんはこの10日ほど前からそっと死にたいと言っておりました。総ざらいの日が近くなるとそれを待ってるのが我慢ができなかったのです。それも無理とは申せません。世間ではお師匠さんの方が踊りが上手だからこの勝負に勝って山野井流の家元になるに違いないと決めてかかる人もありますが、一方右近師匠の人気も大したもので、いざとなったらどっちが点が入るかこの勝負に勝つか分かったものではありません。その上右近師匠には伊勢屋の若旦那の栄之助さんという金の実る気がついております。何百両とも知れない大金をばらまいておさらいの日の札を半数は買い占めたという噂もあります。お師匠さんはかわいそうに死ぬ気になったのも無理のないことで。待ってくれ、おしのさんは菊次師匠が自殺したとでも言うのか。平次も思わずきっとなりました。私と小菊を寝かしてから晴れの舞台に着る衣装を着たのはその覚悟ではなかったでしょうか。その上近頃渥美様も足が遠くなりました。書き置きのようなものはねえのか。右近師匠に負けそうだからとは書けなかったでしょう。なるほどな。が刃物はどうした。師匠の傷は喉笛を力任せに切ったもんだが、細くって薄くって女持ちの懐剣かな。あ、そういえば心当たりがあります。おしのは平次を案内して家の中へ入ると、菊次の死んだ部屋の押し入れを開けました。中にはきれいに手入れをして畳んだ布団を重ねて、その上に船底枕が一つ。申すまでもなく昔の若い女は坊主枕というものは用いず、美しい塗りか霧の白木の船底をたしなみとし、その上に小さい枕をくくりつけ、箱になった台の方には好みによっていろいろの小道具や紙などが入れてあったのです。おしのはその船底枕をたたくと、一方の蓋が外れて中から5寸か6寸ほどのろう塗りの短刀の鞘が出てきました。女持ちの至って華奢なものですが、ちりめんのふくさに巻いていかにも気の利いたものです。そら鞘だけじゃねえか。中身もあるはずです。その敷居の上についているのは血のようですが。おしのは窓の敷居、昨夜から開け放ったままの敷居を指さすのです。俺もさっきからそのシミには気がついているよ。師匠の死骸は窓際にあるが、そこまで血が渋くはずはねえ。担当を外へ投げたかもしれませんね。死にかけていてそんなことができるだろうか。でも窓の下に。そう言われると平次は縁側に回って窓の下に立ちました。そこは乾ききった土で、血の痕跡もありませんが、しばらく考えてまた平次は懐中から一人の紙半紙一畳ほどもあるのを取り出して、窓の下、その敷居の血痕の真下にあたるあたりを念入りに押さえ始めたのです。窓下の苔の上、少しは草の芽もある上を平次は懐紙を何枚も広げ、その上を念入りに押さえて、それから紙を集めてみました。おや、やっぱり。目には見えませんが、窓の下の苔と少しばかりの草の芽はまだ朝露に乾ききれなかったためか、少しばかり紙を濡らしましたが、その朝露のほかに点々として血潮が、赤黒い斑点が梅雨にぼかされて薄桃色に髪を染めているのです。念入りに調べると、血の跡は少しずつ断続して続きました。2軒ほど隔てたお隣の八百屋の物置に入り、そこで血潮のしおりはふっと消えてしまいました。八百屋の物置の中には小さい荷車が一つ、火事棒を虎ざまに置いてあります。八百屋の主人が朝早くこれを引いて、つい背中合わせの他町の朝市へ野菜の買い出しに出かけるのでしょう。おや？平次は荷車の車と車の間の心棒に絡まっている妙なものを見出しました。糸が絡まっているのね。おや、血がついてるじゃありませんか。心棒に絡まった糸は引き伸ばせば2、3軒はあるでしょう。その糸にはあちこち血がこびりついて、途中でふっと切れているではありませんか。平次の声に驚いた様子で、武将髭で山賊のような顔をしているくせに、愛嬌のいい50前後の男が顔を出しました。何かありましたか、あっしの物置に。少しとがめる調子です。俺は明神下の平次だが、ちょいとこの荷車を見せてくれ。これは銭形の親分さんで、荷車がどうかしましたか。八百屋の親父はつままれたような顔をしております。おめえさんは八百屋のご主人か。とんだ騒がせつまねえが、この荷車はいつ使ったんだ。毎朝暗いうちに引き出して、隣町の他町へ商売物の買い出しに参ります。今朝も一稼ぎしてきましたが、うちへ戻ったのは6時半ごろでしたが、荷車の心棒に細い糸が巻きつけてあって、少し血がついてるようだが、気がつかなかったか。気がつけば取ってしまいます。ほや、そういえばタコ糸が巻きついてますね。主人はそのタコ糸をほぐして引っ張っております。半々たる血です。おめえさんは何にも知らずにこれを引っ張っていったようだが、血のついた担当に長くタコ糸をつけて、車の心棒に縛りつけ、車を引き出せば、担当はお隣のうちの窓から落ちて、どこまでも引っ張っていかれる仕掛けになっていたのさ。お隣の菊池師匠が殺されたことは、おめえさんも聞いて知ってるだろう。その人殺し野郎が、血染めの担当をあっしに運ばせたわけで。八百屋の主人の仰天ぶりというものはありません。第6章。銭形の親分さん、菊池を殺したのは私でございます。私を縛って右近を助けてやってください。不意に、本当に不意でした。佐伯町の往来から路地を駆け込んで、平次の前に突っ立った若い男があったのです。おめえさんは？驚く平次。その後ろから飛び出したのは鎌倉帳の伝吉です。亀井町の伊勢屋の若旦那だよ。ねえ若旦那、今さらそんなことを言ったって無理だ。右近には菊次を殺すわけがあったが、若旦那はそんなわけも恨みもねえ。それに若旦那はゆんべ小柳町の右近のうちに泊まって、どこへも行かなかったはずだ。鎌倉町の伝吉は躍起となって栄之助を押し返すのです。自分の手柄がこんなことで不意になるのは我慢のできないことです。いや、私は出た。5つ半過ぎ、4つ近かったかもしれない。右近は明日の用意の金が足りないと言い出した。私はそっと小柳町の家を飛び出して、亀井町の家に帰り、親の金を50両を持ち出した。親たちは今頃は気がついて騒いでいることだろう。人をやって聞けばすぐわかることだ。そこから小柳町へ帰る道々、こんな苦労をするのも菊次という相手がいるからだと思うと悔しさがこみ上げた。私は小柳町へ来る前、回り道をして佐伯町の菊次の家を覗いてみた。窓の戸は開いていた。菊次は窓にもたれて明日のことを考えている様子だった。舞台で着る遊女墨染めの着付けを見ると、私はムラムラと菊次が憎くなった。この女があるばかりに右近もとんだ苦労をすると思うと、窓の外から飛びついて一思いに殺してしまった。私はそ知らぬ顔をして小柳町に戻った。右近は何にも知るわけはない。私が50両の金を持ち出しに行った時、寄り道をして菊次を殺したに違いないと察して黙って罪を引き受けたに違いない。あの女こそ一晩どこへも出なかった。さあ、私を縛って右近を助けてください。銭形の親分ならこの話がわかるに違いない。栄之助は銭形平次にすがりついて涙と一緒に書きくどくのです。鎌倉町の伝吉はプリプリしておりましたが、八五郎は妙にしょっぱい顔をしておりました。平次だけは少し冷たく取りすまして、それを聞いているのです。なるほど、ありそうなことだ。若旦那。証拠のねえことにはあっしもどうすることもできねえ。仮に若旦那が菊次を殺したとして、さてその刃物は何でしょう。合い口ですよ。私が用心のために持っていた。栄之助は言下に答えました。青白く華奢にさえ見える若旦那ですが、ひどく一生懸命です。その合い口はどこへやりましたえ？ドブに捨ててしまいました。白鞘屋の合い口でどこのドブだか覚えてもいません。よしよし、あっしはその合い口を見つけてあげよう。平次は自信ありげに立ち上がって八百屋の物置の前から路地を抜けて表通りへ出るのです。路地の出口にドブ板が5、6枚並べてあって、荷物も人もその上を危うく渡るのですが、ドブ板は隙間だらけで、人間でもうっかりすると隙間に踏み込みそうです。この先は道が良くなる。他町の青物市へ行きゃ明るくなるから人が気のつかねえはずはねえ。やっぱりこの隙間が一番くせえな。八、その隙間から覗いてみつくれ。へ。八五郎は早速波乱倍になりました。ドブ板の隙間を2つ3つ覗いておりましたが、やがて、あったあった。親分はやっぱり天眼通だ。この通り。手を突っ込んで持ち出したのは、血と泥とにまみれて惨憺たるありさまですが、花具の美しい女持ちの短刀。それは白木どころか、細く短く華奢ではあるが、高貴にさえ思える道具だったのです。伊勢屋の若旦那、おめえさんの言うことはみんな嘘だ。右近を助けたさのこしらえ事は気の毒だが通らねえよ。亀井町の親のうちから50両持ち出したのも、小柳町へまっすぐに戻らずに佐伯町を覗いたのも本当だろう。だがおめえさんは思い詰めただけで菊次を殺せる人じゃねえ。親分、もう少し黙って聞いてください。この場の様子だけからゆんべの夜中に起こったことを言や、菊次はあくるしのことが心配でとうとう我慢ができなくなり、晴れの衣装に着替えて自害をしたんだ。それは自害をしたが、それを自害と思わせたくなかった。自害のそばに刃物がなけりゃ、人に殺されたものと思われるに違えねえ。かねて用意したタコ糸の端を、お隣の八百屋の物置の荷車の辛抱に縛りつけ、一方の端を短刀に結んで、自害した後の苦しい息の下から、必死の思いでその血だらけの短刀を窓の敷居に置いたこったろう。平次の説明は恐ろしく奇怪でしたが、あまりのことに誰も口をきくものはありません。朝早く隣の八百屋のおじさんが車を引き出して他町の青物問屋へ買い出しに行くことを知っている。血だらけの担当は荷車の辛抱にぶら下がったままどっかへ運ばれていくことだろう。刃物がなけりゃ菊次師匠は人に殺されたものと思われるに決まっている。菊次を殺しそうなのはさて誰だろう。鎌倉町の伝吉親分が見当をつけた通り、右近師匠がまず疑われた。なるほど、銭形の親分の影に間違いあるめえ。こいつは俺がしくじったよ。伝吉は思いのほか淡白な男でした。一つは小柳町の右近のうちの者は、内弟子も奉公人も右近が一晩外へ出なかったと証言するので、少し持て余していた折でもあり、器用にここでお辞儀をしてしまった方がかえって男らしくもあったのです。第七章。万事は終わりました。菊次の死は取り越し苦労と興奮から来た自殺と決定し、日頃憎み合っているライバルの右近に下手人の疑いをかける死に際の奇形と分かってしまえば、あとは親類縁者と坊さんに任せて、鎌倉町の伝吉も銭形平次も、そしてその子分の八五郎も黙って引き上げるほかはなかったのです。もう一つ聞きてえことがある。平次は小戻りして小菊を呼びました。日は少し高くなりかけましたが、まだ朝らしいすがすがしい光の中に立って、平次の顔にはまだなんとなく拭いきれない屈託があります。まあ銭形の親分さん、お調べは念入りね。私じゃ役に立ちません。縁側に立って眩しい日をよけながら、おしのはにっこりするのです。この女の顔には何とも言えない大敗的なというよりは崩壊的な媚びがあります。いや、小菊の方がいい。たった一つ忘れたことがある。平次は少しそっけない調子でした。私にご用？どんなことでしょう？小さい小菊はお勝手から呼び出されて、おしのの後ろから覗きました。ゆんべえ、墨染めの着付けが仕立て屋から届いたのは大層遅かったそうだな。平次の問いは変わっておりました。4つ近かったと思います。おめえはその時まだ起きていたのか？休む支度をしておりました。おしの姉さんが、お前は眠がり屋だからもう寝た方がいい。お師匠さんは今夜のうちに来てみたいと言うから、私が手伝ってあげる。舞台の燭台に新しいろうそくを2本立てておくようにと。それっきりか。舞台を本式に飾るから、桜の枝を押さえるのに、糸か紐を持ってきてくれと言われたので、正月に使ったタコ糸があったのをおしの姉さんに渡してやって、私は床の中へ入ってしまいました。それっきり私は何にも知りません。おめえはタコをあげるのか？ええ、男の子がいないから町内の坊ちゃんたちと一緒になって、私はタコ揚げも羽根つきもやります。おてんばだな。ところでおしのさん。平次はそばに黙って控えているおしのに声をかけました。この上手数をかけるまでもあるね。親分、私は何にも知りません。おしのはさっと顔色を変えました。ずいぶんよく企んだが、仮にも師匠と名のつく菊次を殺して100までも生きている気は横着すぎるよ。はよ。鎌倉町の伝吉は次の瞬間飛びついておしのの腕を後ろに回しておりました。あとのことは鎌倉町の伝吉に任せて、平次は憂鬱そうに戻って行きます。あの女が下手人だったんですね、親分。全く驚きましたね。八五郎が話しかけるのを、人を縛るのはいい心持ちのもんじゃねえよ。せめて鎌倉町の手柄にさしてやるがいい。なんだってあの女が。踊りじゃみんなからバカにされるし、いい男の安住幸三郎は菊次に取られるし、ふらふらとそんな気になったんだよ。総ざらいの勝負は右近に勝つに決まっているし、おしのはつくづく師匠が憎くなったのさ。夜中に舞台をこしらえて墨染めの衣装を着ると言い出したんで、それを着せかけながらふとその気になったんだろう。かねて知っている菊次の箱枕の中から担当の中身だけ取り出し、後ろから思い切りやったに違えあるめ。不定女ですね。殺してからはっと本心に帰ったがもう遅い。せめて菊次が自殺したことにしようと企んで、あり合わせのタコ糸で担当を縛り、お隣の物置の荷物に一方の端を結んでおいたんだ。朝早く八百屋のおじさんが他町へ買い出しに行くのは分かっているし、糸は細いから担当はどこかで振り落とすに決まっている。死骸のそばに刃物さえなけりゃ自殺で通るかもしれねえ。自殺で通らなけりゃ敵同士の右近が下手人にされるかもしれねえ。右近も栄之助も下手人でねえと分かると、あの女は俺を誘って八百屋の物置の荷車を見せたじゃねえか。恐ろしく知恵の回る女だよ。危なく俺も自殺と思い込むところだったが、たった一つ死骸のある隣の舞台に100目ろうそくが2本まで1寸ほどのところで吹き消されていたのが合点がいかなかったんだ。自殺でもしようとする女がわざわざ2つもある燭台のろうそくを消すだろうか。ゆんべあの時刻には月もなかったはずだ。菊次が殺されたんだとすると、下手人は明かりを消すに違えねえ。あんな美しい女は綺麗すぎるほど死に顔は寂しいというよりもすごいもんだ。下手人は外のものでもうちのものでもきっと明かりを消すに違えねえ。ほら、夜中に衣装を着替えさせたのはおしので、あぐらの中に担当のあるのを知ってるのもおしの、その上タコ糸を受け取ったのもおしの、俺を物置へ案内したり菊次の自殺の証拠を集めさせたのもおしのだ。八五郎は黙って平次について行きます。寂しい秋の日がその胸に長い影を落とします。野村古道作「銭形平次捕物控え」より「争いの踊り」初出昭和29年講談クラブ12月号より読み切り。ご視聴ありがとうございます。